皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、サプリメントの解説ということで、トレーニングされている方がよく取ってるであろうですね、クレアチンについてですね、どんな効果があって、なぜそういう効果が得られるのかっていうことについてですね、解説をしていきたいなと思います。はい、ぜひご覧ください。このクレアチンなんですけども、まずどんな効果があるかと言いますと、トレーニングでの筋力アップが一番の効果になります。特にですね、こう重たい重量8レップ以下ぐらいの重量を狙ってトレーニングをされるときに、特にこう力を発揮してくれるようなサプリメントになります。ではですね、次になぜこのクレアチンが筋力をアップしてくれるのかっていうところについて解説をしていきます。まあ、その解説をするにあたってですね、まずトレーニングをするときに人間がエネルギーにしているものについてお話をしなきゃいけないんですけども、糖質使うとか、あの脂質、こう脂肪を燃やすとか、あの皆さん想像されると思うんですけども、トレーニングの時に使うエネルギーの元になるものが ATP というものです。アデノシン酸リン酸というものなんですけども、この ATP というものをエネルギーとして筋肉が動くわけなんですね。その ATP を作り出すために糖質ですとか脂質っていうものが使われていくというのが、大雑把なこうエネルギーの供給の仕組みになってきます。で、その糖質と脂質だけでなくて、このクレアチンっていうのもその ATP を作り出すためのエネルギーになるんですね。このクレアチンを取っていただいて、体に蓄えておくわけなんですけども、運動トレーニングをして ATP が使われると、このクレアチンから ATP が合成される、そういうエネルギーの供給の仕組みがあるんですね。なので、そのATP を作り出す元になるクレアチンを取っておけば、ハードなトレーニングをした時によりこうエネルギーがしっかり供給されるようになるんで、筋力アップとか、もう1レップ重たい重量で上げれるようになるというような効果が期待できるですね。で、クレアチンを取っていただくと効果を体感しやすいっていう方結構いらっしゃるので、もう今まで取ったことがなかったっていう方はですね、ぜひ試していただくといいかなと思います。で、この効果を体感していただくためには、だいたいですね、1回あたり 5g、付属のスプーンすり切り1杯分ぐらいを目安に摂取していただくのをおすすめしています。タイミングに関しては、トレーニング前ですとか、トレーニング中、トレーニング後なんかをおすすめしていますね。よくですね、このクレアチンに関する、ご質問で多いのがクレアチンローディングについてなんですけども、まずこのクレアチンローディングは何かということなんですが、クレアチンをですね、最初にある一定期間たくさん取っておいて、体に十分な量を溜め込んでおくことで効果を最大限に発揮できるようになるっていう理論なんですが、そのローディングをした方がいいのかどうかっていうご質問をよくいただくんですね。例えばよくあるクレアチンローディングの例ですと、1週間ぐらいの間ですね、毎日クレアチン 20g ぐらい取っておく。で、その1週間が終わったら、その後は維持期として1日に 5g ぐらいの量をずっと取り続けていただくみたいなイメージで、取り始めの最初の期間にものすごいたくさんの量を取って筋肉にクレアチンを蓄えておく、そういう摂取の仕方があるんですが、私個人としてはですね、特にそういったローディングはいらないと思います。ちゃんと毎日 5g ずつ取っていただければ、だんだんですね、筋肉にしっかりクレアチンが蓄積されていって効果を体感していただけますので、無理にですねクレアチン取るからたくさん最初ローディングで取らないといけないと思ってガバガバ飲むような必要はないと思います。推奨量のこうすり切り1杯分の量を毎日しっかり取っていただくことで効果を体感していただけると思いますので、ぜひですね、このクレアチン試したことのなかった方はぜひですね、一度お試しいただけたらと思います。今回はクレアチンについて解説をさせていただきました。他にもですね、 Bレジェンドから出てますサプリメント、こんな成分の効果が知りたいっていうことがあればですね、コメントにどんどん書き込んでいただければお答えをしたいなと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。